Shin Master Hunters. について帝国軍のレイブス将軍より次の通り声明が発表されました。ダスカ地方の封鎖は上院式襲撃に関わった人間の行方を捜索するために行っている。影響が大きいことは承知している。全ては市民の安全のためであると理解願いたい。他に帝国軍はオート内での生活の支援も続けていると強調しました。先日までダスカ・クレイン地方を中心に頻発していた地震について帝国軍より次の通り発表がありました。地震の原因は巨神が目覚め暴れ出したことにあった。軍は巨神の討伐に成功し、周辺の被害が深刻になる前に防ぐことができた。この発表によると、すでに巨神はカーテスの大皿内部から。まさかさ、見つかんないとは思わなかったよ。シドニーが言うように周辺の工場に運ばれていればいいが、守ってったのが帝国軍って可能性もあるな。またあのおじさんが助けてくれたりしないかな。アーデン最小か。やめてくれ、期待できるはずがない。だよね。どうする？ひとまずハンマーヘッドからの連絡待ちだ。代償もねえし、しばらく歩きか。あれ、アンブラだ。何かを伝えに来たのか。ケンティアナ、成績を背負いし王よ、雷神の啓示により力を宿しなさい。成績を取り戻すためにカンナギは。ルーナは無事なのか。雷神のもとにルナ・フレーナは右傾を終え、紅葉の指輪とともにスイートに。早くお会いなさい。あの方は神の使い、つまり神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。俺は無事だって。またして悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。人間の長い繁栄のためにと、クリスタルが与えられたのです。でも、クリスタルはオートにあるよ。なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちは
その時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね。はい、クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためこの声を、天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。指輪がルナフレーナ様のもとにあるならひとまずは安心だな。お会いできるのはオルティシエ？ああ、船の出会いが必要だ。カイムの港が今も使えるなら。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しとくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また神様来たよ。これこの辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。はい、撮りまーす。お、いい感じ。いらっしゃいませ。またいらしてくださいね。頼むな。お前も来いよ。ありがとう、チョコボ。よろしく。
先に行くぞ。巨神に引き続き雷神とは忙しいな。ルナフレーナ様もってことだよね。一人儀式を進められている。負担もあるというし心配だな。おい、ドクト、上だ。ありがとな。右側、注意しろ。わかった。さて、どうする。正面突破。どうだ。後ろは任せる。はっ、くらえ。よっよっ、頼んだ。ブロット見えてる。ちょっと、ちょりゃ、くらえ。これくらいなら大丈夫そうだ。ああ、だな。あっ、エルス、ノクト。てめえ、少しまずい状況かもな。なんかいいや、考えろ。あれ、プラント、見えてる。ちょっと、調子いいじゃねえか。当然。はあ、終わった。帰ってゲームして。どこに帰んだよ。ホテル軟弱か。頼むな。ノクト、ボタンが直っていないようだが。ああ、完全に忘れてた。宿に行ったら貸せ。わかったな。はい。ノクト、上見て。ニクル軍だよ。サンキュー。覚悟してもらおうか。練習練習。終わり。戦いになるか。まあな。ラディオ、頼む。てやっ、おい、悪い。ラディオ、ノクト、ナイスクラディオ。どうも。ノクト。
待ちたいが済んでない。助かったよ。でももうちょっと回復してくれるの。文句言う。クラリオン回復向いてないって。なんでもないっす。いや頼んだプロット。見えてる。全力で押してる。じゃああと頼むぞ。了解だ。行くぞ。全力でもこんだけきついと。何ちょっと感心してんだよ。ノクト強。まあな。なあ、喉渇いた。腹減ったな。苦戦したからな。ほっ。いや。こんにちは。怪我の具合はいかが。誰。ゲンティアナ、六神の使い、ルナフレーナから聞いていない。これだ。でもよく知らない。ちょっと聞いただけ。ルーナに。ルナフレーナに。そう、ルナフレー。仲がいいのは良いこと。カンナギと王は常に共にあるべき二人。この世界を守るという使命のために。今のはゲンティアナとゼネブラエの。雷神は王への啓示を待っている。急ぎなさい、雷神のもとへ。帝国は王を恐れている。この地の道すべてを力で封じるほどに。どうしたの。また頭痛。ゲンティアナの声がした。神に通じる能力か。巨神の時の頭痛と同じなのか。カンナギの手によって神は目覚める。王に力を与えるために。どうした、また声が。ああ、ルーナ、六神を起こした。余裕で相手ができそうだ。だな。プラット、よっ。見えてる。ちょっと。はい。面白い。こっちだよ。アクソ、うまいことやるじゃねえか。グラディオ。一体誰を狙ってる。バリ。さすがクラディオ。当たり前だ。こんなのどうだ。てめえ。パパパパン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 パパーン。てか、ずいぶん上機嫌だな。よろしく。
なんであの人ノクトの手助けしてくれんの？ゲンティアナか。うん、あれ神様なんだって。24品6神の使い。へえ。ゲンティアナってさ、人なの？いや、24種は六神に近い存在だ。人間でいうカンナギみたいなもんだろ。向こうは人間と話ができる。ルナフレーナ様と似てる存在なのか。すごいことになってんぞ。あ、本当だ。おい、ノクト、上だ。ノクト、後ろに注意してくれ。分かった。ノクト！よし！死ぬんじゃねえぞ。しまった！去れ！てめえ！グラディオ！てや！ナイスグラディオ！イグニスの状態が悪いぞ。まずい。
イリスの言ってたルナフレーナ様の話本当だったんだね。場所や時期から考えると、王都を出てすぐ巨神の元へ向かったのか。頭が上がらねえな、王子。早く追いつかないと。ありがとな。ありがとう、ちょっともほらよ、ほら。状況は？心配することだ。よし、臨機応変にな。ラジオ、頼む。ナイスクラディオ。ほら、悪かったって。シュラッ、プロット、問題だ。見えてる、ゾッツ。イグニス、注意してくれ。了解。ナイスプロット、よし。はい、さっさと先に行こうぜ。雨か。そうか。どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。カンナギの受けは済み、残るは刑事のみ。急ぎ雷神のもとへ。準備はなされている。ノクト、大丈夫？ああ、早く刑事受けろってさ。神に力をもらえか。ノクティス、東の洞窟フォッシオへ。封印は解かれた。地の底に眠る最後の石碑を目指しなさい。帝国の者たちよりも早く。洞窟だ、次が最後。よし、さっさと済ませようぜ。いよいよ雷神様とご対面か。準備はしっかりしておこう。よろしく。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。ブロット、それ、ノクト最強。当然。ほら、頼むよ。見えてる。ちょっと。ナイスブロット。待たせて。それや。ほらよ。
無事に済んだな。頼むな。油断はするな。やってやるか。大丈夫か？ああ、なんとか。よろしく。ありがとな。また頼むぞ。頼むな。
げるんだよ。サンキュイリス？電話見てねえのか？お疲れさん。あいつは焼くのが一番うまいぜ。試してみな。よろしく。しかし、神の力なんてもう授かれるんだな。間近で神話に触れ。ノクト、魔導エンジンの音がする。雷神の力を得たら今度は水神か。おそらくはルナフレーナ様もそう動いてくださってる。水神とも儀式あるんでしょ。心配だね。ありがとな。やっと着いた。まず晩飯を食べないとな。
よく眠れた。テントなら足が伸ばせるしな。おい、ドクト、上だ。お墓、回るのも続けるんだよね。ああ、別に忘れているわけじゃない。歴代王の力も必要だろうからな。だが今は、雷神を待たせているのも事実だ。一つずつこなしていこう。新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。頼むな。お先。
片付けてやる。てめえ、せい、よろしく。急いだ方が良さそうだ。ほっ。おい、あれ雷落ちたとこじゃねえか。あそこ入れってこと？これだね、フォッシオ洞窟。何がいるかわからないぞ。油断すんなよ。あいよ。うわ、この先かなり深いよ。暗くて奥は見えないようだが。どうする、進んでみるか。こういう怖いとこ嫌なんだよね。何が出てきてもおかしくないな。リナ気をつけてよ。そこ通れそうだぞ。行こう。せめえな。よいしょっと、なんとか通れるかも。息苦しくなってきたよ。静かに。なになに。君が悪いな。油断するな。ああ、せめえな、剣が食いずれ。俺に当てんなよ。いい感じだ。当然。前を見ろ。
無事に済んだ。かがめば通れるか。頭を打つなよ。そうか。どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。消してやる。止まりや！はっ！悪くなかったぜ。あ、いや、やっぱそんなことないかな。まだ行くの？やるぞ。ああ、その調子だ、ノクト。ああ、全員無事だな。先行こうぜ。
れ。最後だ。行き止まりだ。おい、後ろだ。はい、はっ。あれ、あれ。暗くてナイフも投げにくいな。なんとか何を持ってくるさ。いやーで、行き止まりだな。そこ通れそうだぞ。行こう。ガス、ちょっと待って。狭い場所では注意してくれ。危なかったな。
あれ、なんか聞こえない？プロンプト、どうした？おい、返事しろ。クソ、こっちだ。無事か？おい、返事しろ。もうやだ、ここやばいって。でかい蛇がいたんだよ、そいつに。うわあ、クソ、早く、ぜひ、早く。やはり出てきたな。ちょこまか動きやがって。プロット、見えてる。ゾッカー、おい、返事しろ。クソ、こっちだ。無事か？おい、返事しろ。もうやだ、頼んだ。ブロッド、見えてる。ゾッカー、応戦しろ。うわっ、うわっ、油断した。よし、ほら、ほっ、どうだ、よっ、大丈夫か。ああ、なんとか。プロプト、暗くてナイフが投げ。なんと、船の方からさ。ちょうどめだ。ふっふっ、って、あれ、ラディオ、頼む。されよっ、されよっ、てめえ、されよっ、ほら、うり、うり、あれ、ラジオ、てやっ、ここまでだ。言いつけろよ。ほら、ラジオ、頼む。よっ、ナイスグラディオ。ほら、ラジオ、頼む。おい、悪い、終わりだ。ラディオ、てめえ、危ない。ラディオ、こっちに何かあげた。
無事で何よりだ。いる、絶対いる。くそ、出てこい。落ち着け。行け。借りは自分で返せよ。Thank you.
んでた。わかんねえ。子供がどうとか言ってたな。そっちには出会いませんように。石碑ありそう。あら、ようやく見つかったな。よかった。ノクト、頼むぜ。雷神の力。大暴れを想像してたけど、人のいい神様もいるんだな。性格あるらしいぜ。ルミナも大変なんだろうな。お会いできるのはもう少し先か。早く海渡ろう。元気な顔見せねえとな。そうだな。俺さ、揚陸艇の右って雨上がってる。ま、雷神様の用事が済んだからか。なんだありゃ。前とは比べ物になんないよ。はい。王子、レガリアなんだけど。うん。帝国軍の基地に保管されてるみたいなんだ。マジか。ちょっとね、相手が相手だから話するってのもすぐには行かなくて。いや、いい。ん？情報あればいい。あれ、大丈夫？うん、大丈夫。どうもな。じゃ、誰だ？シドニー。うっそ、もっと優しく話しなよ。どうでもいいだろう。レガリアの場所が分かったのか？ああ、帝国軍の基地らしい。おお。たとえどこにあろうとだ。取りに行くんだろ。当たり前。これはあくまでも予想だが、あれは本来もっと早く到着するはずだった。だが雷神の嵐で近づけなかったんだ。あれでレガリアを帝国本土に運ぶのかもしれない。雷神のおかげで時間稼ぎができたってわけだ。今ならまだ間に合うよ。ああ、取り返しに行くぞ。頼むな。
と借り言っとくか。ありがとな。そうか、どうしたの。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。よろしく。ああ、めんどい。油断禁物ってね。うりゃ。ノクト上見て、ミクル軍だよ。サンキュー。ダメだな、タイプで思ってんだ。いいですか、お前んとこには。何も来てねえよ。囲まれたらヤバそうだね。油断するとやられるぞ。ノクト、魔導エンジンの音がする。また頼むぞ。
こいやつは嫌われるぜ。うおりゃ、おい、ドクト、上だ。よろしく。やーほー、爽快だな。自分だけでやってろよ。さあ宝石探そう。最初から宝石ならいいかな。原石だぜ。ありがとうチョコボ。今ってノクト、力を集めてるじゃん。集まったらさ、何すればいいの？王の使命の詳しいところはわからないが、最終的に帝国を倒すでいいんじゃねえか。ああ、それでいいと思う。ほっ、ノクト、魔導エンジンの音がする。俺たちの旅って歴代の王様と神様の力を集めてんだよね。結構すげえ響きだよな。打倒帝国ってのも近いか。案外現実味を帯びてくるな。頑張りますか。おう。
全力で倒しに行け。こっちはまだ頼むぞ。了解だ。せい。よっ、どうだ。はっ、うわっ、はっ、せい。ラディオ、頼む。はっ、せい、と、さっ、せい、せい、せい、ナイス、ラディオ。どうも。いや、さっ、少しまずい状況。それ、さっ、いや、あらくないろ。終わりだ。よっ、くっ、せい、せい、グラディオ、ナイスグラディオ、よし、ピンド調子いいじゃねえか。当然てやグラディオ、戦い慣れてる。まあな。あいつが最小だったとはな。怪しいどころの話ではなかった。なんで俺たちに構うのかね。腕が鳴るぜ。突っ走るのに一人でとか、うりゃ、いちいち水さすんじゃいいね。ガッ、頼んだプロンプト。それ、あっ、ほっ、見えてる。ゾッタよっ、ナイスドロップだ。せい、虫、ダメだったよな。俺、うん、全然ダメだね。だよな、俺も。ノクト、右。わかった。おい、ノクト、上だ。
あったぜ、俺だろ。え、原石か、地味だな。じゃあ次行こうよ。片付けてやる。させたかったな。じゃあ次の石んとこ行くぞ。やるか。帝国軍の部隊か。油断する。これ原石だよな。揃ったぜ。彼の依頼も案外楽ではないな。